はい、続きです。パージ神殿に行くことにしました。はい、やっぱ戻るのめんどくさいですし、無駄な時間過ごしたくないということで、はい、もう遺跡はもう完全に諦めてパージ神殿に向かおうかなと思います。はい、ちょっとメンバー変えようか。気分転換に、よし、よしはロニキス、ここで行こう。交代、戦術は有力は残すので OK だね。さて、パージ神殿だけど、船、どこだったっけ、どっからかな、船乗って、なんか戻れる的なとこあったけど、どこだったかな、これ手前だったっけかな、ちょっと忘れちゃったけど、手前の町だったかな。一回戻ろうか。OK。よし。パージ神殿久しぶりだからね。でも敵の感じとかもそんな、ね、あの当時のままだったらば、まあまあ、楽にいけるんじゃないかなとは思うけど、どうかな。またあの最新部行ったらさ、3匹のあの、なんだったっけ、なんかの妖精みたいなやつ。あ、オッケー、ディスペル覚えた。いるのかな。まあ、その可能性あるよね。結局あいつらここには真実の瞳はないって言ってたけど、やっぱあるのかなーっていうね。まあ、それともそのエンブレムを揃えてこないと、真実の瞳について語ってくれないとか、まあ、ものだったら、ものとしてね、アイテムとして存在するんであれば譲ってくれないとか、なんかそういう展開なんでしょうかね。ちょっとわからんけど、まあ、パージ神殿に行けば全てがわかるっていう感じだからな。この辺は、なんもなかったっけか？一応見てると思うんだけどね。この辺も。おお、いいね、いいね。いいね、いきなり行ったね。いや、いいよ、ロニキス。やっぱいいっすよ。オフェンス面は。いいですよ、かなり。ただ、やっぱりこうなると、ミリーの回復だよね。ミリーがこう負荷かかっちゃうっていう感じ。ヨシュアと回復2枚だったらやっぱバランスがいい感じですよね。2人オフェンス、2人ディフェンスみたいな。これ3人オフェンスですもんな。だから、ゼガヒでも、ミリーをね、守らなきゃいけないんですよね。だわ。シウス、いい具合で動いてくれた。ミリー守る感じで。オッケーオッケー。あれか、ヨシュアじゃねえや、シウスのさ、作戦、味方を守れんすればいいのかな。そういう感じかな。これだったらミリー守ってくれるじゃないかな。いや、わかんないですけどね。わかんないですけど。守ってくれるんじゃないかな。ちょっとこの一戦で動きを見たいなという。あ、守ってるね。多分。守ってるな。でも前にも出るな。お、まあまあまあ、でも今の戦いぶりだけを見る限りだったら、まあ悪くはないんじゃないか。ねえ。結構守ってましたよ。こっちじゃないか。こっちか。さあ、着きましたけども、ここだったっけ、船乗れるの。違ったっけか。あ、いいですね、いいですね、いいですね。このあれで夫人でいいかもしれん。よしよしよし。もう主人公もどんどん前に出るからね。イオニスから船でなんか移動できるとかじゃなかったっけ？違ったっけか。あれ？どうだったっけ？忘れたな。すぐ忘れちゃうからね。やっぱりね、違うゲームもね、同時進行でやってるとすぐ忘れちゃうんだよね。あれ？あれ？船、ここ乗れないっけか？
あれ？どこだったっけ？ちょっと待て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 。こっち行くと、こっち行くとなんもないか。あれ？船ないか？シルバラントかな？もしかして船、どこにでも行けるって言ってたやつ。そうか、それっぽいな。まあいいっちゃいいですけど、歩いて戻るのもめんどくせえな。まあ修行の一環として歩いて戻るのもまあありっちゃありですけどね。歩いて戻りますか？旅を楽しみますか？まあそうこうしてるうちに着いた、エクダート。エクダートこそ船あるでしょう。こっちか。オッケーオッケー。はい、ああ、そうか、ここが、どこにでも行けるって言ってたやつ。パージ神殿があったのは、アストラルだったっけ？忘れたな。もう忘れてるよ、これ。ムーアだったかな？忘れたな。アストラル、ムーア、どっちだったかな？順番的に、ムーアからのアストラル。ムーア行ってみるか。ポートミス。ポートミスで、ここから。ああ、もうどこにでも行けるんだ。なんだ。じゃあ、いいんじゃないの？ここじゃなかったら、アストラル行けばいいだけの話だから。いや、ちゃんと覚えとけよって話なんですけどね。覚えきれないんですよね、もうね。結構もう年ですからね。ああ、もう全然違う。全然違うわ。ここじゃねえわ。アストラルだわ。ポートミス一番最初の港町か。じゃあ、はい。オタニムトロップ。オタニムかな。どっちが近いのかな。いやー、ちょっと失敗したかもしれん。近いのはトロップだったかもしれんな。ですね。うん、ですね。まあでも一回闘技場行ってみたいですね。いや、どっちから行ったら、どっちから行っても一緒か、これ。一緒の気もするけどな。まあいいや、トロップ行こう。これ一番最後に引いたやつが正解っていう。まあ正解と言えるのかどうなのかちょっとわかりませんけども。よし、こっから戻って、どうしようかな。先に闘技場行くか。それとも、処理が止まった。ちょっとしばらくお待ちくださいね。OK。はい。先にパージ行ってからにするかな。パージ行って真実の瞳についてのイベントが終わったらば、それから行くってのもまあありだよな。そうすっか。先にパージだな。OK。レベルアップ。レベルアップはやっぱ嬉しいね。ルート的にはどうだったっけ？こんな感じかな？なんか縦看板あったよね。確か、北行くとパージ神殿みたいな。確かそんな気がする。これあれか、序盤でパージ神殿の方に向かわなかったら、今回が初めて行くことになるのか。なるほど。面白いね。いろんなこの、なんていうのかな、ルートがあってさ、この作品は。面白いよね。OK。なんか伏線回収してない部分もありますしね、こいつ明らかな仲間になるだろうとかって思われてたなんか出会いもね、なんか一切絡まない、なんか、異種族系の
なんかキャラクターとか、ね、あの船でなんかオカリナ落としていったやつとか、なんか、ね、いましたけど、一切それから出会わないよね。まあ、だからこれもなんかの選択肢とか、なんか進め方によってはもしかして、仲間になってたりするのかもしれないよね。まあ、何周も楽しめる。ロープレイなんでしょうね。面白いね。オッケーオッケー。まあでもね、何周もやりたいところであるんですけど、あんまりこう同じ 作品ばっかこう実況してても、ね、せっかく見てくれてる方もちょっとこう飽きてきちゃうかもしれませんので、とりあえず僕はこれは一周だけやろうかな。まあまた、クリアまで行ってね、期間開けてからまた2周目とか行ってもいいのかもしれないけど、ただそうなると一周目どのルートで向かったかっていうのを今度忘れちゃうよね ってなるとやっぱり間髪入れずやった方がいいのかどうなのか比較にもなるからね。まあ直前で見直しとけばいいだ、ね、動画を見直しとけばいいっていうだけの話なんですけど。まあ、でも、とりあえず今回は一周だけかな。とりあえずクリアまで行こう。まあおそらくね、このスターオーシャン結構やり込み度が高いと思うんで、あ、これかな？これだね。だからもう、すごくやり込んでる人とか達人の方からすると、この僕のこの実況プレイというのはね、ものすごくこう、ストレス溜まる、実況になってるんじゃないかなとは思いますけども。まあ、それでもね、なんとか、笑って許してくれっていうね、そういう感じでございます。はい。サンドウォーム。よっしゃ、オッケーオッケー。この辺の敵はもう大丈夫。全然楽勝。ただ、どうなんすかね。あの妖精さんみたいなのと戦ったりとかするのかな。どうなんだろうね。ボス的なさ。OK。一応最深部手前で、MP とか回復しといた方がいいのかな。さ、だから脇から行くんだよな、確か。あ、これ取ってない。ルビー。スミスハンマー。これか！スミスハンマー。ずっとなんか、あれだよね。鑑定じゃねえわ。刀鍛冶、スミスハンマー。あれ？武器何も持ってねえし。何も持ってねえよ。装備。売っちゃったのか。だからか。そうか。まあ、いいや。まあ、いいでしょう。ナイスー。いいねー。気分がいいねー。あれ？ちょっと道間違えたかな？間違えたかな？あれ？こっちか。これか。そう。で、正面から確か入れないんだよね。正面はさ、そう、入れない。なんか横から入っていくみたいな感じだと思ったけど、OK。だいぶ、やっぱこう、あれだね、こう強くなった感がね、すごくこう味わえるね。ここ来た、当初はさ、なかなか大変だったよ。敵、この辺の敵、ちょっとね、強くてね。まあ、あれか、回復キャラもいなかったからね。主人公とシウスとイリアだったかな。完全なる物理キャラ 物理キャラでさ、来たからね。ああ、結構遠いな。そうだよな、こんな遠かったかなって気したけど、遠かったかもね。なんかこの道のり覚えてるわ。OK。今回はどうなんでしょう？正面から入れるのかな？よし。ここ抜けたら多分もうすぐだと思うけど、すぐだと思うんですけど、いや、でもあれか、最深部に、
最新ブリ通じたのはやっぱ脇道からか。まあいいや。これを抜けるとどうだ。もうパージ神殿は近いんじゃないのか。よし、オッケー。いやもうめちゃくちゃ時間かかってるわ。もう15分過ぎちゃったもんね。え、まだまだか。あれどっちだったっけ。忘れた。あ、ちゃ左だな。オッケー。あれ、それでもまだあれか、主人公一発では落としきれないか。これだから本当はもっとさ、武器とかもあれなんだよね、多分さ、こう鍛えてやってさ、ね、強い武器にこう育てていくっていうか、刀鍛冶でなんでしょうけどね、多分ね。同じ、どうだろう、武器持ってたらプラス1とかなんのかな。あのロングソードプラス1ってのは持ってたけどね、だいぶ前。こっちが正面だけど、確か正面はさ、ダメだったはず。ダメだったはず。だから脇から行く。戻ってきましたよ、パージ神殿に。脇から行く、こっち。確か、あ、これだ。これ登って行けば、なんか洞窟っていうか、なんかあった気がするな。いいね。よし。さあ行こう。それともあれかな、エンブレムが揃ったことによってなんか別な入れるところとかあったりとかするのかな。ちょっと待って、どういうルートか忘れちゃったけど、とりあえずはあのなんかあの妖精さんみたいな、あいつらいるところまで行ってみようか。もしかしたら何か教えてくれるかもしれないしね。経験値とかも全然しょぼい。あー、なんかこんな、なんかギミックがめんどくさいイメージがあったな、この辺は。プリティベル、マギウス。そう、マギウスがなんか結構めんどくさい感じじゃなかったっけ、違ったかな。なんか、縦横無尽にこう、走り回る敵がいたような気がするね。オッケーオッケー、ナイス。おお、レベルアップ、オッケー、いいね。主人公だいぶレベル上がったんじゃない ?35 だって。シウスも30まで来た。そして、ここではおそらく入れ替えが、あ、できる?あ、できんのか。入れ替えできんのか。どうしようかな、メンバーどうしようかな。回復重視でいくか、ロニキス。まあ、ちょっとオフェンシブに行きたいっすよね。性格的にオフェンシブに行きたい。あー、なんかあったな、こんなのな。敵のお出ましだぜ。クレリック、こいつだったかな。なんかすげえ嫌な縦横無尽攻撃。こいつの可能性あるからな。いいね。もうちょっとあれやってほしいな。こう、範囲攻撃みたいな。やってほしいですけどね。あっと、待て。ちょっとね、慎重に行かないとさ、あっと、大丈夫か?慎重に行かないと戻されちゃうからね。敵のお出ましだぜ。後ろのマギウス、これから行こう。オッケー。あー、そうだ、こう、縦にこう並ぶとすげえいやらしい攻撃してくんだわ、こいつ。ナイス、いいね。いいですね。おお、なんか、なんとか。ウェポンって書いてあるから武器かな。鑑定。これ、お願い。何?できない。もう一回やれ。もう一回。来た!ロングソード。オッケー、これで刀鍛冶とかできんじゃねえか。
なるほど。ちょっと待って。じゃあさ、装備で、これ外してさ、なしにして、アイテムの、作成、刀鍛冶。これで、どうなんすか？ミスリル。なんか、数多いやつ、ムーナイトとか、数多いやつ、ダマスクス。弾力耐久性に富む黒い金属。鉄です。ミスリルとかなんかすげえいい武器できそうな気がするけどな。伝承にのみその存在が認められた魔法金属。ちょっとダマ、これで。はい、なんかできた。これでもうかた、やっぱそうか。スミスハンマーがやっぱなきゃダメなんだ。スミスハンマーってさ、どこで売ったりしてんの？生クラソード。生クラって、これ、じゃ、劣化したんじゃねえの、これ。あれ？生クラソードそのものがもうない。ない。生クラソード。生クラソード。失敗作。ダメか、これ。うわー、ロングソードで。頑張るしかなくなったぞ、これは、もう。ちょっと戦力ダウンだな。ロングソードでおとなしくやっといた方がよかったかな。あ、やばい。来てる。まあ、そういうだよね。そういう感じしますよね。ちょっと失敗だわ。まあでももうしょうがない。わー、火力落ちた。400とか聞いてたと思ったけどね。さっきまで。火力一気に落ちたわ。これはもうね、ロニキスとシウスにちょっと頑張ってもらうしかないわ。やっちったわ、これ。これ、この先ボス戦がないことをちょっと祈る。あ、やばい、間違えた。間違えた、ぐるっと回っちゃった。そうだな。ボス戦がないことを祈ります。あー、あいつだ、縦横無尽攻撃。こいつか、お前か。サンダーボルト。オッケー、ナイス。くそー地味だ。くそー、またなんかアイテム手に入ったけど、ちょっと待って。あー、飛ばされた。ずるくね、ちょっと。こっち敵エンカウントしたらさ、向こうあれなんですよね。詰めてくるんだよね。ちょっと待って、何したいんだっけ。鑑定できない。もう一回やれ。あ、今回いけそう。ロングソード、ロングソード、あれかな、ドロップするのかな。結構、あ、でも今エンカウントしたから大丈夫かな。エンカウントしたからなんか無敵タイムじゃないけどスルーできたんかな。レイ、いいね、これ強えんだよ。くそー、地味だ。まさに俺の人生そのものだ、これは。地道にこう削っていくというね。くそー。で、こっち行って、大丈夫か。チンケシーフがほんとかわいいもんだよな。オッケー。これまたあれだね、パーチ神殿のこのイベントだったらすぐまた武器買いに行かなきゃダメだな。で、スミスハンマーだっけ、あれってどこで手に入るんだろう。普通にアイテム屋さん行けば売ってんのかな。ちょっとわかんないっすよね、その辺は。どう進んでいくんだったっけか。忘れた。どう進んでいけばいいのか。おっと、危ない。ちょっと待って。この先か？セーブポイント的なのありましたっけ？どうだったかな？忘れたな。この先かな？違うか？
なんか違うっぽいね。よし、おいいね。でもロニキスもうそろそろ息切れが、息切れが、いいね、なんかバチバチってるけど。よし、いいよ。ロニキスやっぱね、あれだからボウガン的なね撃てるからね、あれ強いんだよ。これか、いや違うっぽい、違うな、違う、これじゃね、あれ忘れた、忘れたけどスイッチ押されたままだから、これはこれでまあよしなんだけど、おお、ミリーいいね、レベルアップ、レベルアップはまあやっぱいつ来ても嬉しいよね。あっと危ない、危ない。こっちじゃないのか、こっちか、あ、これっぽいな、なんか壊れてるしな、これか、いや違うか、あれなんかね、1回目来た時も結構迷った記憶があるんだ、結構迷った気がするんだけど、あ、セーブポイントある、この先だおそらく。よし、じゃあどうしようかな、一応 MP 回復しとくか。特技ミリー入れ替えはどうしようかな、入れ替えしないで行ってみよう。ちょ、満タンまで持ってって。よし。で、セーブして。OK。よし。じゃあ、とりあえず今回ここまでにしますか。27分。もう行ってもいい気もするけどな。行くか。せっかくだったら。一応セーブしたけど、あれ？まだ続くのか？え？こんな感じでしたっけ？いや、こんな感じだった気もする。でも、そう言われれば。そっか、ここで終わりじゃねえのか。そう言われればそうだったかもね。なんだよ。もうここで、なんかもう、ボス的なのが出てさ。もうドンパチやるのかなと思ったけど、そうでもないのか。だったら区切ってもよかったかなっていう。まあまあまあいいでしょう。行けるところまで行くか。OK。まあ意外とすんなり真実の瞳についてこう、教えてくれる可能性も。あれ？どこだ？ルート的には間違ってないと思うけどな。あれ？あ、ちょっと処理が止まったね、パソコンの。こっちか、あ、こっちか、これか、あー、で、これ、あ、そうだそうだ、これ回復じゃなかったかな、確か。確かそうだよね、回復だよ、そうかそうか、そうだったそうだった、そういえばそうだったね。セーブポイントもあるし、だからまあアイテム使う必要なかったってことか。まあいいでしょう、また買えばいいからね、お金だいぶ貯まってると思うんで。くさあ、地道にこわ、くさあ、完全にやられたわ、生倉刀つかませやがって。もっともっとだからレベル上げとかなきゃダメだってことだよね、スキルの。これで回復したはず、前回 HP も MP も。そしてこっちが多分、あれ違う、あれ違う、違うっぽいな。いやでもなんかすぐ、もうすぐだと思ったけどな、この回復ポイントから。うん、だと思ったけどな。
いや、いいね。ロニキス強えな。なんか一番足手まといなのが主人公のような気がしてきましたよ。今ちょっとなんかウェポン武器取ったけど、まあおそらくロングソードだと思うんで、ああそうだったそうだった、これだ、これを抜けたらもうすぐだ確か。あの青いやつがいたよな、あの金なんかあの黄色いやつがいっぱいうじゃうじゃいたけど、青いやつ動かない、青いやつがなんかあれだと思った、あれだ、これに触れればいいんだ、あーくそ、なかなか触れさせてくれねえな、もう。そしてエンカウントだよね、くそー、時間尺やっぱ一回あそこで区切っといた方がよかったっすね、尺的にすげえ半端なりそうな気がする。あのね、ゲーム実況やられる方、これからねゲーム実況始めたいなって思う方、本当にこの区切りのタイミングっていうのは本当にね、僕みたくこう中途半端にこうどうしようかなって迷ったら、やっぱそこで一回区切るべきですよ。うん、やっぱりね、よし行った、失敗するからね。この区切り、さあもう一回来たよ。さあなんか教えてくれ、真実の瞳について。久しぶりだな。確か3体いたよね。あれ？ここに真実の瞳があると、万国王より聞いてきました。それが、これがその証拠のエンブレムです。なるほど。ムーアの意志を継ぐ者が現れたということか。ムーアの意志。意志を継ぐ者？では、案内しましょう。ほう。あれ？何？別次元に飛ばす。何？なんじゃこりゃ？なんだこ、同じリアクションしてるね、これ。とても未開惑星の技術とは思えん。ああ、だよな。なんか近未来的な雰囲気があるけど。パージ神殿新装部。へえ。まぁ、ちょっと、中途半端なとこですけど、一旦ここで区切りましょうか。ね、ちょっとセーブポイントないですけども。はい。一旦動画はここで区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。